皆さんどうもこんばんは。どうだったか、お医者様はいらっしゃいますでしょうか、いらっしゃいませんでしょうか、いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいましたね、ありがとうございますちらっとこんばんは、こんばん、わーわー、ゆうすけさん嘆き信じて信じて、今日にも嘆きスペースでも嘆きす、こんばんは、ちらっこんばんは、ちらっ来ちゃいましたって、ありがとうございます来ちゃった、きゃー、こんばんは、こんばんは、どうもこんばんは。ぜひいつも通りのんびりとお話ししているではありますが、よかったらよかったら楽しんでてくださいパールパールパールだ、イエイエイエイ、パリピってますね、いいいいグラサンですね。ブルースさんに嘆きっす、アリサこんばんは。お医者様、医者と言われればそうなんか、マジでマジで遅刻しなかった、もう偉い、もうジャスト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 だね、最高です。どうもどうも、本日見てこれ開封する、今からこちら多分ね、みんなから見たらね、多分何の変哲もないおにぎりだと思うんですよ。実はこれアミタが握ったおにぎりで、そう、あのコシヒカリを使ったおにぎりなんですよ。コシヒカリとあの北海道の海苔を使ったおにぎりっていうのは、まあ全部嘘なんですけど、夕飯食べてきた、いいな、アミタ夕飯皿うどんが好き、そう、おいしさやっほー、たくさんやっほー、こんばんは、はじめまして、そんなバナナ、あげよっか、アミタの手作りおにぎり、クヤに投げキス。いや、そんな感じでこちら開封していきたいと思います。これね、あれなの、ガチャガチャなんです。実はアミタの手作りおにぎりかと思いきや、ガチャガチャ、きた、え、これな、いくら、300円400円、かっちゃん、これ300円は400円、400円だと思う私。そう、おにぎりング、こうガチャガチャするとこの状態でガチャガチャから出てきて、開けると中に指輪が入ってるんですよ。何、時差が、時差がな、時差があるんだよな。300円、かっちゃんの記憶だと300円だって。お腹すいた、おにぎりあげようか、これ結構リアルじゃない、こう見るとちょっと海苔のテカリ具合とか。アイさん投げキッス、ガチャガチャ、こちら開けていきたいと思います。何が出るかな、そう、おにぎりの具が入ってるんですよ。デデンデンデデンデデンデンデデン、パン、あ、逆だった、え、なんかなんか地味何これ、なんでた、めっちゃさ、見えないんだけど、めっちゃ映えゼロなんだけど、何それ、昆布じゃない、違う、え、昆布じゃない、何これ、じゃあ今回のなんかね、全部地味だったんだよ、え、なんか映えゼロ、海とかもあったよね映え、きたね、なんか うん、これはちょっとよくわかんない、なんだろう、筋子、違うでしょ、おかか、ね、私もちょっとこの茶色い感じはちょっとなんか、紙入ってないんだよ、茶色い感じがちょっと、あ、紙入ってる、そうやろ、いった、今回の全部地味なんだ、おかかだ、おかかでした、おかかを固めたの、おかか、これはちょっとなんか、ちょっとなんかあんまり、一応アイドルなんで、なんか指につけてキラリーンっていう感じじゃなさそうだねなんかね、鮭とかだったらさ、ちょっと可愛いかもしれないけど、おかかちょっと、私卵を狙ったの、おかかちょっと指にキラキラしてんの、ちょっと あれか感じで、じゃあこれ母ちゃんにあげるわ、私つけないから、いくらはどこ行った、私おかかつけない、ほらあげる、いくら、いくらはどっかにあるよ、いくらどっか、ほらこれもあげるよ、これいらんがな、おかかでした、
ちょっと残念だったけど、でもやっぱねおにぎりの具でね、おかかは多分ランキング10までに入るぐらいのきっと人気な具だと思うので、まあ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 母ちゃんに使っていただきましょう。こんばんは。300円だって。ひざハートありがとう。ララ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 ブありがとうございます。ね、よくわかったね。おかかって、おかかってそもそも何って話なんだよね。おかかは私さ、昆布おにぎりめちゃめちゃ食べるんだけど、でほぼほぼ食べない。そう、もうめちゃめちゃ画面が横になるじゃないの。あなたわかる？あなた、あのスマホにね問いかけるとするとね、あなたは今横を向いてるわけ。あなたは今横に傾いてるのに、あのさらにそこを傾くのおかしいんですよ。そう、あなたは今横なの。この体勢ね、横だから横の体勢を維持しなきゃいけない。 You are iPhone 12、 イエイエイエイね、よろしくお願いしますよ。あなたはそう、あなた要は横だから、横横横、もうレストレストって感じだから。そう、きょうちゃん魚ありがとう。魚魚魚、おかかって多分ねカツオの仲間だと思うんだよね。あ、カツオ節だって、ほらカツオ節、カツオ節、カカオの親戚。いやそれはちょっと違うんだな。信じて、バンバン。スプラトゥーン、スプラトゥーン面白いよね。早く3出ないかなって。3出の来年、確かね2022年だった気がするんですけど、やりたい。スプラトゥーンっていうねイカのゲームがあるんですよ。イカのゲーム、なんか陣取りゲームみたいな。楽しいよ。見てこれ、みんな知ってる？最近若者、いや若者とかじゃないよ、最近流行ってるブームの東京リベンジャーズの人。これはね母ちゃんが好きなねドラケンのなんかマスコット、可愛くない？手動くの。これはね母ちゃんのです。母ちゃんこのドラケンっていう人が欲しくて、ヤンキーなんですよこの人。このヤンキーが欲しくて、あの買ったの、この人形を800円ぐらいかな、1個800円700円ぐらいで買ったんだけど、なんか他のキャラで全然ヤンキーじゃないキャラばっかが出ちゃって、あのこれを入手するのに大変苦労したらしいです。洗濯バサミにもなりそう。いかついですね。ピアスとタトゥー、頭にタトゥー、タトゥー。イカは英語でスクイード、イエ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 イ、アイアム英語できちゃった、イエイ。シンジさんだらマッチョありがとう。マッチョマッチョ、そうリベンジャーズマンジでございます。みんちゃんハートありがとう。ラブリーラブリー。母ちゃんヤンキーじゃ、母ちゃんめちゃめちゃヤンキーって言われるんだけど、ヤンキーじゃないんだよ別に。あの母ちゃんってメガネかけてるんだけど、メガネがあの普通の、あの目があんま良くないからメガネをかけてるんだけど、そのメガネがさなんか色ついてるのよ、なんか地味にちょっとその青黒みたいな、なんか色したメガネだから、なんかそれとあと髪色が茶色で、めちゃめちゃねお母さんヤンキーって、あの小学生のさ授業参観とかでさ、あのお母さんみんな後ろに来るじゃない、めっちゃ言われた。アミちゃんの母ちゃん、ニカラの母ちゃんヤンキーなのって違うけど違うけどっていう、よくありました。でも私もたまにヤンキーって言われた気がする、あんま覚えてないんだけどね。私も髪の毛茶色かったから、なんか小学生の頃はもう髪色があの明るいイコールヤンキーみたいな私もさちょっと髪の毛茶色かったからさ、小さい頃はね今よりも茶色かったと思う。ヤンキーって言われてました。特にこの話に深い意味はありませんがアミタはちっちゃい頃ヤンキーって言われてたし、母ちゃんもよく言われてました。そう
まんじまんじまじまんじだぜ。部屋に小さい G が出たけど仕留めました。素晴らしい素晴らしいですね。それは G ってやだよね、やだよね。本当にG の話するたびに思うね。虫と会話できるようになる能力が欲しいの。私あれだ、ゲームの能力、よく質問でさ、ゲームの能力とかで一つだけ手に入れるとしたら、私なんか人間以外の生物と話す能力が欲しい。ゴキブリだってさ、指定した場所でさ動き回ってくれる分には別にいいのよ。なんでここにいんのって。そう、じゃあもうあなたのために一部屋ここ貸してあげるから、ここから出ないでくれってめちゃめちゃ伝えたい。ゴキちゃん、ゴキちゃんに限らずだけど、なんかちゃんと会話ができれば、じゃあもう仕方ない、虫の部屋作るから、じゃあそこに住んでもらえるねえ。いや、ジージーありがとう。そう、素晴らしい。ジー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 緊張。もうゴキちゃんはね、あれだよ、ゴキちゃんってなんか潰すの嫌じゃん。潰すの嫌だから私よく箱使う。箱でさ、ふってさ閉じ込めて、下から紙とかなんかスッスッスッって入れて確保するので、外にペッやりますね。虫とかちょっとティッシュとかでペッて掴む時あるだろうけど、ちょっとゴキちゃん嫌じゃん。箱を使うのがね意外と良かったりする。箱とかまあ何でもいいけど。まあ、仲間増える分にもでも会話できるから、うちちょっともう満員だから、友達んち、いや友達いないけどさ、知り合いんち紹介するから、そっち行ってくんないねえ、なんかね、もっとうまくいけばいいんだけどね。そうやって私はゴキちゃんを外にねほっぽっていくんだ。ガムさん、風呂敷ありがとうございました。ナスタマシャオスラスラスラスマスネスボタンショクルタツルシャオイエスサンメスカッタラサン。違うね、まだね8時だからね、ちょっと落ち着いていきましょうみんな落ち着いてまだ8時よ、私たちまだ寝る時間じゃないわ。予想犠牲そうよく思うね、これは。私このゴキブリの絵文字あんま好きじゃないんだけど、なんかさこの絵文字めっちゃリアルなの嫌じゃないこの色のなんかさ、ちょっと透け具合なんか気持ち悪いちょっとなんか気持ち悪く描いてるでしょっていうゴキちゃんのこと。もっとなんか可愛いあれなかったのかな。ボールさんに投げキス。そうだって今日はあれも飲んでないし、エナジードリンクも飲んでないし、そう、落ち着いた心意気が大事だと思います。バイアミタ1より。そう、みなげちゃん投げキッスね。何これコオロギじゃんそれコオロギじゃない。なんかコオロギもさ、なんかちょっとこの足とか触覚とかの描き方がちょっとなんかねこの虫シリーズなんか嫌なんだけど。久しぶりゴキブリYeah, oh, let's go. 久しぶりゴキブリ。私自己紹介ラップ思いついたんだこの前。よよちぎらっちょ、私はアミタニクラアミダーレザミネルル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 。そう、自己紹介ラップね、めっちゃちょっと思いついた。どう、
私はアミタ、ニークラアミだ。ねえ、やだ、どうすんのこのルームにさ、ちょっと星集めようとか思って来てくれた人がさ、ポチって開いたらこれ虫ちょっと虫ね、虫ちょっとなんか虫嫌なんだけど。ちょっとコメント閉じるか。いやでもコメント閉じるとコメント見れない、当たり前なんだけど。ね、蝶々かわいい。もうなんか今さ、その蝶々の絵文字を使うことに対してそこまで、なんだろう、そこまですごい感情を持ったことないけど、なんか今めっちゃ可愛く見える蝶々がいつもにも増して。あ、そのなんかなんだっけそれ、そのね、緑のやつはまあ大丈夫。ちょっとみんなダメだよ、やめてよ、虫ルームになってるじゃんここね。本当に嫌なんだけど、本当に嫌だ。私はやっぱ人間だからさ、ちょっとやっぱね、いろんな虫ちょっとあれだね、いろんな虫が一気に押し寄せてくるとちょっと不思議な気分になりますね。本当に嫌だ、本当に嫌だ。なんか違う話しよう、違う話しようよ。アミタじゃあちょっと歌っていい？歌うちょっとだけ。もう本当に今コメント欄見たくないんだけど。なんかさ、ちょっとなんかもう虫に申し訳ない、なんかあんまさ、なんか気持ち悪いとかさ、よくないじゃん、よくないけどさ、こんなにいっぱいいたらちょっと気持ち悪いって。そう、気持ち悪いって失礼じゃん。でもちょっと大量にすぎて無理。これはちょっとね、これはちょっとやばい。そう、アミタの自己紹介ラップがね、今一文できました。ぜひ今後も楽しみにしていてください。このイヤホンはね、用事済ませて戻ってきたね、え、やだよね、ね、やだよね、これめっちゃやだよね。重い。なんかこの話の流れで聞いてた人は虫だって思うけどさ、今入ってきたらさ、うわ虫だーなるよね。ダメだ、みんな可愛い、みんな可愛い絵文字で、みんな可愛い絵文字使ってこう。もう全然関係ないけど、文末に可愛い絵文字ちょっと添えておいてみようよ。そう、可愛いルームにしてこう。ということで、夏なのでこの前最後まで歌えなかったあの曲を歌いたいです。うん、にゃん。できるかな、最近よくバグりまくるから。かくかわいい、ありがとう。ガンガン、あ、いいよ、かわいいよ、かわいいよ、かわいくなってきてるよ。ここのルームがかわいくなってきてる。いいよ、かわいいよ。No.
どっちだっけ、こっちか、こっちにせよ。違う。あんたの首をこうすれば普通だ。横になってる気がするのはみんなの気のせい。これが普通。逆がいい、こっちがいい。こんばんは。あ、逆だと歌えないけど、こっちだった。会えなくても記憶をたどって同じ幸せを見たいんだ。あの香りとともに花火がパッと開く。ありがとうございます。はい、今回も無事バグりました。いや、バグってないよね。これ普通だよね。だってアミタ普通の角度だもんね、これ。全然バグってないです。このさ、髪がさ、横に伸びてんの本当に無理なんだけど。髪がさ この髪横に生えてんの本当になんか無理なんだけど。もうちょっとこうして、これはダメか、こうか。あれじゃない、あのパンテーンエッセンシャルダメージ配合。それっぽくない。あー首痛い。めっちゃミラボール、ありがとう。ありがとうございます。キラキラリー、ありがとう。くん、星ちゃん、ありがとう。あーミラーボールあげた。くんやん、ありがとう。あみちゃん、ありがとう。もういっぱいいっぱいいっぱいミラーボールもらって、力っちょう。あみたは輝く、あたまらつねさばたんそこねすとです、あらつますね片べそわた、あらつらすねさたたあらそれとはレッツゴー。ありがとう。クヤパチ、リアルパチパチありがとう。みちゃもパチパチありがとう。きちゃかわいい、ありがとう。かわいい。ダメージ配合 CM ってダメージが、違う違うよ。これで CM 取らんでしょ。パンテーンエッセンシャルダメージ、ダメージ配合なんだっけ、なんかダメージ配合ってあるよね。あ、すみさん、こんばんは、ありがとうございます。プレゼントプレゼントプレゼントレース。あったらまだんちゃう。すみさん、元気ですか。すみさん、元気だった。もう、ダメージケアか。楽屋でめちゃめちゃ噂を聞きましたよ。ダメージケア。いくよ。シャララン。パンテン、エッセンシャル、ダメージケア。トリートメント配合、シャンプー 20%、 水 57%、 窒素 3%、 スーパートリートメント
エッセンシャル、ダメージケア、サラサラサラ。すごくない？でもアミタの体勢今本当にやばいよ。もうバイオバイオやばいよすぎて、バイオ。これは首、明日首曲がってるな、見た、きっと。逆でもいいんだけどさ、逆だとさ宙吊りになっちゃうんだよね。あ、でもこっちの方が楽だわ。こっちにしよう。島崎さんのとこから来た。あ、じゃあ俺なんかい、ごめん。話す、これ話せばちっちゃくなるから、そう、これ話せばちっちゃくなるから大丈夫ね。そう、音量調節し放題です。どうたか走るよハム太郎。これで行こう今日は。暑いね。皆さん非常に暑いでございます。エアコンはちゃんとつけているでしょうか。アミタのおすすめ温度は19度、そうですね、19度が非常におすすめでございます。サマビービー、サマビービー、君に届け、夏なうだし弾けちゃいましょう。トロピカルさ、サマグッザサマタ、もっとハッピーなサマーにしようよ。ふらり波が眩しい小物は一緒に水色の咲いたさ、飛び込もう次のステージへ。光る汗いっぱいスピード出していこうか。ささく輝く超バブスな太陽、体を揺らしてこうぜ。たまたたまたた、サマビービー、サマビービー、両手あげて、夏のうだし踊っちゃいましょう。リズムに乗って、よく見た、サマビービー、サマビービー、君に届け、夏のうだし弾けちゃいましょう。トロピカルさ、サマグッズさ、だんだん違和感なくなってきたでしょ。多分ね、もう今見てくださってる皆さんはアミタが逆さだっていうことに気づいてないと思うんですよ。ああ、暑すぎてたまにだらだらしたくもなるよね。日焼け止め忘れちゃったけれど、まあいいか。乙女たちの勝負だき、今やらないで、じゃあいつやるのかって、ツテージでしょ。毎日が本番よ、今年の夏は特別になりそうだ。まだまだこれから祭りだから、セミたちも一緒に、たまたたまたた、サマビービー、サマビービー、両手あげて、夏のうだし踊っちゃいましょう。いつもになおてよく見た、サマビービー、サマビービー、君に届け、夏のうだし弾けちゃいましょう。トロピカルさ、サマグッズサマータイム。夏といえばかき氷だよ。さあさあさあ、たっちゃっちゃらちゃばらちゃばらちゃばらちゃ、あっちゃっぱらさっきゃっちゃっちゃ、オレンジ好きな人手を叩け、メロンが好きな人手を叩け、ブルーアイ好きな人手を叩け、ピーチが好きな人手を叩け、
ブルーハワイってさ、何の味なんだろうね。青春の味。もっと君と手をつないでいたいの。もっと君とたくさん踊ってたいの。もっと君と一緒に歌ってたいの。夢を追いかけてくたまたたまたたたまたたまたたさまみみさまみみ両手あげて夏の歌だし踊っちゃいましょう。次になって陽気にたさまみみさまみみ君に届け夏の歌だし弾けちゃいましょう。ありがとうございます。サマーベイブサマーベイブサマーベイブ、えセイナさんが来てくれてる、こんばんは。アブガカリさんのセイナさんが見てくれてる、嬉しい。ありがとうございます。ちょっと変人だと思われたら嫌なんで画面を戻していいですか。わかります。ちょっと変人だと思われたら恥ずかしいんで元にちゃんと戻しました。いつも通りの配信でございます。ありがとうございます。至ってね、至って正常、大丈夫大丈夫。ありがとう、みんないろ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 キラキラしてくれてる。みんなミラーボールありがとう。フロアイズホットホット You are フロアホットですか。イエイイエイイエイ、セホーホーセホー、はい上の方セホー、はい前の方セホー、はい会場みんなセホーホー、やー暑いですね、ありがとうございます。クヤモンプンプンプン、ありがとう。画角がやばいのはね、バグってね、画面がね、横画面になっちゃったから、アミタももはや重力に逆らってやろうと思って首がもげた角度してました。重力を操る女ことアミタです。アミちゃん、それで、なんか違うらしい、味は一緒らしい。いや、私は分かんないけどね、私はコーラって言われたらコーラの味に感じるし、イチゴって言われたらイチゴの味にしか感じないけど、みんな一緒らしい。イリュージョンだよね。チャキさん、魚ありがとうございます。今晩の美味しいサーモンのようなご飯ありがとうございます。キャハチハチありがとう。ハチ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 。確かにオレンジ同士だ。アミタのオレンジは非公式なんですけどね。確かに。
シャミさんこんばんは、ありがとうございます。カラ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 カ金魚はシロップで言ったら何味？なんだろう、金魚でしょ。金魚って私食べたことないからわかんないけど、イメージ的にはコーラとレモンとコーラレモンカルピス。コーラ美味しいよね、わかる。私なんかシンプルにコーラが好きだからさ、コーラ味美味しいって思うよ。聞いて、私さ最近そのコーラが好きだってことに気がついてさ、自販機とかだとこのぐらいのちょっとちっちゃめのサイズのコーラが売ってるんだけど、あみだってジュースを1本普通のサイズのジュースを1本買うのがあんまり好きじゃなくて、なぜかっていうとあみたさ、なんか冷えて出来たての状態で飲みたいから全部飲みきらないのよ、でっかいだと。でもこれだと飲みきれるので、最近たまにコーラの、コーラ飲むことがあって、でしまちゃんに昨日ね、私さ最近コーラの美味しさに気づいちゃったんだよねって言ったら、しまちゃんがそれ昨日も言ってたよやばいよね私マジで記憶になかったんだけどさ、しまちゃんに同じこと2回言ってたらしくてさそう、しまちゃんがさ、なんか一瞬なんかワンクッション置いたの、リアクションを。なんかコーラの美味しさに気づいたんだ、そうなんだとかかと思った。なんか一瞬間が空いたの、なんかあんまりピンとこなかったかなと思ったら、昨日も聞いたよあマジごめんどんだけコーラ好きなんだよってそう、にゃんちゅうにゃんにゃん、今日ちょっとなんかにゃんちゅうになれる気がしないにゃんちゅうだにゃん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 、なんか今日ちょっと不調ですね。なんかちょっと気分がね、なんかにゃんちゅうになれる気がしない。なれるかな、私ちゃんとなんちゅうに、なんちゅうなんかヤンキーみたいだね。どこの何中コーラにレモンとカルピス、絶対美味しいよ。だってコーラにレモンって入ってるじゃん。おしゃれなさ前にさ、私おしゃれなさカフェに入ったことがあって、なんかどうしても時間潰さなきゃいけなくて、なんかカフェ入ったの。なんかおしゃれな銀座って書いてあるカフェに入ってしてコーラ頼んだらね、なんかねレモンがついてきたの。そうでさ、そこでさコーラ頼んでさ、コーラが来たやん。なんか後からよくわかんないけどさ、お茶が来てさ、なんかお茶どうぞって言われて、ありがとうございます、あコーラ飲んだ後にお茶出るんだ、なんかちょっとそういうやっぱ都会のカフェって違うんだななんかねコーラ頼んだらお茶ついてきたよ、あったかいお茶、美味しかった。そこで東京リベンジャーズカフェでコーラねめっちゃ高かった。なんかめっちゃ高くて、でもめっちゃ高かったのよ。アミタもう覚えてないんだけど、気分的に780円ぐらいしたの。すごい高級コーラなんだと思ったけど、瓶見たらよくあるコーカコーラって書いてあるやつでなんでだろうってずっと思ってたの、気になるやん。でネットで調べたら、やっぱその空調がさ整ってるじゃん、やっぱそういうお題とか、そのまあ人件費もあるし、そのいろいろな環境を整えてくれてる中で、そのコーラだけの値段じゃないから、自販機とかでポチって買えるようなコーラとは違うんだよっていうのを聞いて、めっちゃなるほどって思って、それからさそのコーラを飲むことにさすごくなんか誇りを持てたの。なんかさ、わざわざなんかあったかお茶も出してくれたし、このコーラには
それだけの価値があるんだってなんかその日ねすごいねすごいねなんかねいい気分でコーラ飲んだのじゃあ最初最初はびっくりしたよ。私の知ってるコーラじゃないと思ったんだけど、その記事を読んでさ、あ、なるほど、私が今ここで払ったそのちょっとのお金っていうのはきっとこの周りにいる皆さんとかのあの働いてそうなんか頑張った分につながってるんだなって思ったらなんかすごいさ元気出たよねそれからさ結構さあのなんだろうあのコンビニとかで買うよりさスーパーで食材買って作った方がさ、ま、経済的に考えると安いけどさそのなんだろういろんなとこで買ったものも誰かのこう手間があってこうなんかいろいろさなんかよくわかんないけどいちいち深く考えるようになった富士山の上のコーラ高い。でもあれだもんね、だってまずそのコーラを富士山の上に持ってかなきゃいけないんだもんね。こうみんな押して、いや押してはいかないか、車かな、わかんないけどいやでも富士山の上で買うコーラ高くていい気がする。なんかもう達成感あるもんそのコーラ。あの温泉出た後に飲むコーヒー牛乳みたいな感じでしょ。ちょあの手間っち付加価値学びました。ちょっと大人になっちゃったかなアミタは。そう、そもそもさアミタの幼少期はさサイゼリアしか知らない中で育ってきて、いきなりジョナサン行ったらさ700円のパスタにびっくりしたじゃん。違うんだよ、そこにもいろんな理由がある、ちゃんとしたね。なんかもうそう考えたらこの世の中ってなんかすごい、あのすごいなんかいろんなことあって回ってる誰だよって感じなんだけど、そうアミタイズ深く考える人になったよ。ちょっと大人っぽくない？やっぱね18歳だしね。アイアム遊園地はでも全然いいよ。だってもう遊園地の中にいるだけでもうなんか許せるもん。余計なゼロは見えないから。そう、遊園地の中で買うお土産とかポップコーンとかもゼロ見えない、余計なゼロは見えないから。学びました。一色さんこんばんは深い話なんかいいこと言ってるそう、あずみさんこんばんは、ありがとうございました。こうやってプラルルルルルスマさんあちき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 そう、ゼロ見えないから170万が17万に見えるってことだよかっこいいでしょ見たことないけどね170万。そんな感じでございます。そんな感じ。バン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 。小学生の社会を、いや小学生ではまだ学ばないよ。そう、あいつ18になってちょっと学んでしまった。日本スーパーにいた 1.5 リットルの88、まあ、それはねそれとこれとは別よ。そう、やっぱ業務スーパーで安く買えた時はお得感するじゃん。でもなんかちょっと違うところで高く買った時も、私今高級なコーラ飲んでるんだ、うへアミタめっちゃ単純だからさ、うなんか昨日かな、あの格付けチェック、アミタ絶対どっちか分かんないやつ、そうなんかそれがそういうものですよって言われたら、あそっかこれはめちゃめちゃ高いサーモンなんだ、うまって思い込みが大事。そう、何事にも病は気からって言いますからね。そう、何事にも思い込みが大事。必要より量、まあ、必要より量だけど、必要より量ではあるけど、まあなんかその量より質だった場合にそうやって考えれば
もうなんかみんなでハッピーになれるよね。みんなでハッピーだよね。これもういらんわ。そう、大事よ。病じゃなきゃ、なんかそうそうそう、よくそういうこと言うじゃん、気から、何でも気から。そう、気候も気からだから、ね、気候。前にさ、なんか気候やったってさ、体育で前にね、気候やったんだけど、その時にね、その先生のおばあちゃんからね、気の写真見せてもらった。なんかめっちゃ黒い写真で、なんか青か赤っぽくなんか光ってて、なんか指が映ってんのよ。でここら辺なんか青か赤っぽい物体がなんかボーってなってて、これが気なんですよって。え、マジ？そう、見せてもらった。そう、アミタはまだね、手から気出せないんですけど、アミタはちょっとね、いまいち気の出し方つかみきれてないんですけど、そう、あのね、なんか指の先とね、ここからなんか出るらしいよ。そのおばあちゃんが言ってた、なんかで足の骨かなんかをやってしまった時に、ずっとその足に気を流してたらめっちゃ治りが早くなって、お医者さんにもびっくりされましたって言ってて、はあ、ちょっと私にはまだ修行が足りないわって思ったことを今思い出したよ。あとさ、全然関係ない話するんだけどさ、最近さ、見る夢が全部2期の夢なんだよね。なんかそういうあれなのかな、自粛隔離期間でなんか夢を見るようになって、たまたまそれが大体全部2期の夢だったの。何かしらなんか2期面が出てくる。昨日かね、一昨日かね、忘れたんだけど、なんか近い頃で見た夢だとね、カジさんが黒髪卒業するっていう夢を見たんですよ。そうで、それがなんか新聞みたいなのの、そう、記事みたいになってて、黒髪卒業だみたいな、そこめっちゃ大々に取り上げるんだみたいな、っていう記事を見ました。じゃ、夢を見ました、記事を見ました。そうなの、最近よくね、誰かが出てくるんだ。え、これもね、黒髪卒業は、え、でも何色だったか分かんないの。ただ黒髪卒業するよ。予知夢になるから、予知夢になっちゃって、そう。最近たまにね、夢見るようになってね、メンバーがよく出てきます。楽しいね。みんな楽しいよ。アミタんちの夜ご飯、みんなで当てようゲームしよう。アミタの夜ご飯は、なんだろう、信じて、いいよ、みんなで一緒に信じて。いや、そうめんは絶対違う気がする。そう、夏だからやっぱね、涼しげなそうめんって思うじゃん。私多分今シーズン一回もそうめん食べてないの。おかかおにぎり、おかかおにぎり、うちおかかあるから。唐揚げでも今日揚げてる音聞こえなかった気がするから、まあ、唐揚げも美味しいけど、アミタの予想は唐揚げでもない気がする。パスタ食べたアミタ、たらこのパスタ、なんか最近たらこの美味しさに気づいた。サーモン、いや私もね、サーモンはやっぱ思った。母ちゃんだからなんだかんだ言ってサーモンじゃない？餃子は違うかも。餃子はね、なんか最近食べた記憶がある。お魚ね、お魚系はワンチャンある。食べようと思ったんだけどさ、ちょっと少量で入れて、ちょっと終わったら食べようって思って。
冷やし中華はじめまして。冷やし中華もう今シーズン一回も食べてない。やばいよね、冷やし中華とそうめん食べてない夏って。私夏じゃないのかもしれない。すみさん、こんばんは、ありがとうございました。カタペテラロブラシャ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 。野菜炒めはないはず。母ちゃんなら野菜炒めじゃないって信じてる私は。え、冷麺好き、冷麺好きだけど、アミタんち冷麺ね、アミタ昼に食べるイメージがある。なんかお昼に母ちゃんがいない時とかに冷蔵庫ゴソゴソっつって冷麺茹でてたのはね、たまにあった。アメミヤ懐かしい。あ、アメミヤ、アメミヤって何ですか。そう、アミタの予想は、あ、どうしようかな、どうしよう。アミタの予想はお米、まず、お米、白米、白米、お米の上に何か乗ってる。お米の上にサーモンかマグロのたたきが乗ってるんじゃないかな。あ、待って、キャベツで、今日の夜ご飯何、今日の夜ご飯何。お肉お肉だって。お肉、あとキャベツだ、キャベツ、キャベツ買ってきた。お肉とキャベツでした。かぼちゃのサラダも、かぼちゃのサラダもあります。でも私キャベツの方が好きだな。あ、見て、キャベツ大好きなの。正解はお肉のサラダ、お肉のサラダ、お肉のサラ、ん、キャベツのお肉だって。お肉、何のお肉ですか。焼いただけだけど、焼いたお肉でした。正解は焼きお肉。豚肉焼いただけだけど、豚のお肉、イエーイ。あ、冷やし中華始めましたの方が雨宮さんというのですね。じゃんじゃがんじゃ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 ん、夏の夏の日差しギラギラして雨が止んだら、じゃん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 、キラキラツヤツヤ輝くあの黄色い人、それは冷やし中華始めました。で、冷やし中華始めましたのフルバージョン聞いたことない。聞いてる。何、サーモンあるけど食べんの。いや、いら、うん、サーモン、サーモンもあるらしい。サーモンあるらしいよ。そう、冷やし中華、じゃあちゃんと食べて、ちゃんと寝て、明日ですね、明日も元気に頑張ります。ショータイム、チッツクチッツクチッツッツッ、ヨーレッツゴーバッタラッタラッタメッサウメッサウタラッタタパンリソウリアッタラッタッタヨー、オーレッツゴーバンダンカラッタタラッタメッシカラッタパッタラッタタタラッタタタラッタタ、アイクラップゴー、アイ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 タタマラサケタラッタ、アイアイアイアツツタラサケタラッタ、アイアイアイウタラタタマラカタタラッタタンデスクタタタラッタチョウ、
Let's go peace girl 新しい人わたたしてたたらびわせん頭シャンプータン新しいスーパー新しそうあたたたわたのたんかたたぱたらたまそくいあるさんばすきらうたらなたぱかけ I wish you breath breath 新しいみせんがつくレストレスト3Do one, let's go. はい。この姿さっき、いや絶対やだやだやだ。多分あのアミタはあのおとなしいと思っていただいてると信じてます。そう。やっぱあのさあのサビ前のクラブマシくない？サビ前のクラブめっちゃ好きなんだけど私サビ前にクラブ入る曲大好きであのサビ前にクラブが入って一回止まんのよでさだだ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 めっちゃこういう曲好きサビ前クラップで一回静まってあの急にドラムとかなんかギターとかなんかジャンジャカジャカジャカジャンが好きだねやっぱいいよねそうから揚げから熱いここ熱いでしょ、うん、扇風機するいらん寝ますときこいや違うアミタアミタちゃん別におとなしいんだけどなんだろうねなんでこんなうるさいんだろうえ違うのアミタっておとなしいんだけどなんでこんなうるさいんだろう多分ねあれなんだよね多分アミタじゃないんだうん、配信してるアミタといつものアミタはね別のものだと思った方がいいそうアミタ二人いる説あるいやだから二重人格だとだけちょっとさちょっと怖いじゃんアミタ二人いる説アミタじゃんハンターが放出されたハンターが捕まったアミタ二人いる説何て読んだのすみさん、こばありがとうございます。あっちゃってらっしゃるぞ。あっとうたたう、パパンサカタウン。わらたらたぱたかん。あらたらたたとぴ。あたら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 たんぺたらたん。ありがとうございます。合言葉？何合言葉って？一人ください。何合言葉って？ドッペルゲンガーでしょ？誰だドッペンゲンガーもしかしてこの前と違う母ちゃんなんじゃない私だってこの前母ちゃんの前でドッペルゲンガーの話したんだけどドッペンゲンガーって言ってるだからあれ3人目の母ちゃんだ多分で合言葉って何キョウちゃんレッドブルルッドブルルッド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 ルッ馬です私は君の愛バカトロ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 太鼓の達人のあの速いさ3連符叩くときって馬のリズムで叩くときのパカラッ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 トロ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 やると叩けるよありがとうレッドブルセミさんコバありがとうございますトロ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 どんどんかどんどんかトロトロトロどんどんかどんどんかトロトロトロ
そうだね、普段に猫をかぶるのやめる。やだよ、アミタは猫をかぶって生きる違う、アミタはおとなしくて、おとなしくてなんかその正統派、正統派を装って行きたいの。あ、私、あ、あれ、あ、なんだかね、はい、はい、はい、私の名前はアミタことニクラミです。好きな食べ物は、いちご。苦手な食べ物は、唐辛子とか辛いものが苦手です。あ、あとチョコレートとマカロンも大好きです。よろしくお願いします。クイズ、本物は誰だ？正解は。アミタの、もう誰かアミタに教えてほしい。アミタはどのテンションで生きていけばいいの？アミタもね、最近わかんない。何猫？猫の種類あんまわかんないけど、ミーアキャットはわかる。猫じゃなかった。あれ、そうでしょ。あれ違うんか。猫じゃなかった。じゃあちょっとわかんないや。ちょっと僕酔ってみたみたいです。酔ってきたみたいです。あら。ちょっとまだ早いんじゃないですか？時間21時だよ。サイコパスの勝ちじゃない違うよ、違う母ちゃんも飲んじゃったけど、母ちゃんも飲んじゃったって、やめてよそういう話すんのなんかみんなさ、そうやってさ、なんかちょっと飲みましたってさ、酔ってないって言うけどさ、アミタ本当に違うからね、ガチで違うからね、ガチでも本当にこれだけはもう全力で否定したい、本当に違うからね。 I am 18歳これはあの夜空をねイメージした爽やかなラップでございます。アミタを見たら酔ってきた、多分それはアミタに酔ってますね。イエイ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 ウォウォ、アミタに酔っちゃった、ウォ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 ナナナナナ、イエイ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 、恋をして仕事して歴史を泣いちゃった21フォー、はい、そんな感じですね。もうね、横も縦ももう気にしてないわあのさ、やっぱさ、こうなるじゃん、横になっちゃったじゃん今も。でもあれなのよ、そう、今画面横になっちゃってるけど、あれなの、わかる、全部アミタだよそう、そういうことなんだよね、そう思う。てか、なんか横の方が顔漏れてない？イエーイ、あすみさん、バラに変わりがバラ
ドルルルルバラありがとうございます。なんかもう横の方が顔漏れてないね、もう横でいいよもう横、もう横、横でいい、横で、横でいこう、横の方が漏れてるよ。自撮りもね、自分の納得する角度があるじゃないですか。そう、アミタは違う、別にバグってるとかじゃないの、横の方が漏れるくないっつって横にしちゃったの。そう、別にバグってとかないから全然ね。違う、違う、違う、本当に違う、本当に違うね。至ってシンプルに違うよ、大丈夫。え、かわいい、あげた、かわいい、かわいい、かわいい、あ、首だけ気をつけ、大丈夫、あみた首丈夫だから、首と、首と、あみた首と足首と、な、首という首全部丈夫なんだよね足首も丈夫だし、首も丈夫だし、手首はまあ、じょ、まあ、お、お、お、まあ、丈夫じゃないかねえ。この状態でコラボしたらどうなるんだろう。あ、見て横になるのかな。つらい、つらいよ。未成年、めっちゃ仲間、めっちゃ仲間だよね。ね、違うよ、仲間だよ、安心して。首とあと何だろう、免疫、お腹以外強いと思うお腹以外は丈夫な方だと思ってます。お腹はね、弱点、アミタの弱点、お腹。もうね、第一三共一枠が大好きなのあれマジでいい。でもせ、いや、せ、一番効くのはセイロガンだと思うんだけど、セイロガンだと思うけど、やっぱあれちょっとめっちゃ匂いが草なんですよ。なんか草原の、草原をカプセルに入れましたみたいな。最近ね、第一三共一応役が好きなの。とても可愛い、ありがとうあ、すみません、バラバラバラ、ありがとうございます。あなたに送るこの一束、一束じゃない、なんていうの、なんかこの一バラ受け取ってくれ。最近草の歌よく TikTok でよく見るイケメンがカメラ目線で音に乗せてなんか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 している動画、あれいつも思うけど、めちゃくちゃ私のこと、そうそうそう、草、めちゃくちゃ森っていう歌が最近流行ってるらしいの。アイサルルレッドブル、ありがとうございます。レッドブル大好きだよ、レッドブル。ねえ、お腹ってやだよね、なんかギューって動けないって、動けないってなるからね、ちょっと体調気をつけてね。あ、すみません、バルルルルバルルルルルルル、ありがとうございます。そう、今夜豚肉だからね、豚肉と、豚肉の牛肉の違い、豚肉はね白いんですよ、でも牛肉って茶色の、すごいでしょ。いや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 、わあ、楽しそうでね、まあね、楽しむのが一番。そう、何事も楽しむのが一番。スリルも人生楽しみたいじゃん、
どの道未来は幸せになれるなら最悪だって味わいたいじゃん。ひとまず笑っとこ。ダダ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 ダそうやばいよもう時間じゃんやばいよもう寝る時間だよみんなみんな寝る時間だよやばいやばいやばいうまありがとうございますうまちみさんうまで私が美味しくあの豚肉もさそうだけど多分骨使ってさ豚骨ラーメンまでできるからさあの大丈夫ちゃんと大丈夫だよあのなんだろうもったいなくあれするんじゃなくてなんかその骨まで美味しくなるのそう豚骨ラーメンあのいろいろさ軟骨ラーメンってあるじゃんあの牛骨魚骨ラーメンとかあるけど豚骨が一番美味しいと思ってるからみたいなめっちゃこばありがとうございますたかったらったあしたったらったらったんあったんたらんたらんぱなんたったったんぱたったいレッツゴー飛べないうあいうあいあいオーライあいあい飛べあいあいあいあたたたたらったんまさかあいたらたたたるファイたらたたたとわたたらたにゃんだらたたおわたおわつたたおわうパパラパパラパパパパパパラパラパラパパラパパラパパパパパパラパラパラパパラパパラパパ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 ジャンジャンジャンありがとうございますって感じでやばいよ大丈夫私なんかいつの間にかさマッサージ機持ってるんだけどなんでだろうそうこれ母ちゃんのね背中とかをねマッサージするねマッサージ機なんかいつの間にか抱きかかえてたんだけどそろそろ終わんなきゃあれだから告知しよう28、29あっとジャムに出演させていただきますちょっとそれまでねあの、ま、ライブがなくてまなんだろうその、ま、2期の、ま、夏8月としてはまこれがあっとジャムがその締めになるというかでここまでやってきましたが最後にねここで思いっきりなんだろう私たちのパフォーマンスを届けできればいいなと思っておりますえそしてあれですね皆さんちょっと最近忘れがちかもしれないんですけどあの夏の目標っていうのをみんな作ってましたアミタはツイッターのゲームアカウントのホラーさんを500人にするって目標が あるんですけどそれがねあと40くらいだったかなそれを8月31日の生配信までに達成しないと罰ゲームがあるということでちょっとアミタも最近ねちょっとゲームサボりがちなんだけどちょっとねあのちょっとなんか違う絡みもありつつなんか、まあ、ゲームアカウントとしてもそうだしなんかみんなのちょっと楽しみの一個の一個になる、まあ、別のアカウントになればいいなと思ってるのでぜひねチェックよろしくお願いしますまりまりた何か投げキッスでも罰ゲームってなんだろうね罰ゲームあれかなパイ投げかなパイ投げしか思いつかないんだけどあでもショールームとかはさアミタはそれこそ18歳になってからは、まあ、どの時間でも配信できるようになったから、まあ、帰ってきてからやってとかしてんだけどあのこのクラップのところ言ってないんですよそうアミタ英語がめちゃめちゃ下手でねアミタはクラップを言ってません
実はライブ中はクラップの歌わりはないんです。なぜならアミタは英語がめちゃめちゃ下手だから。クラップ、クラップ your hands、 クラップ your hands、 クラップ、クラップ。そして1位がトゥルルルン、ウィンチャーリートジャマー、クップヘン、クップヘン、クラップ、クラップ、クップヘン、クップヘン、クップヘン、クラップ、クラップ、クップヘン。そう、ここね、最初なんかみんなでみんなでワイワイやろうって感じだったんだけど、ちょっとアビタ気づいてしまった。アビタもしかしてクラップユアヘンズめちゃ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 クラップユアヘンズじゃない説。うん、アビタ英語苦手本当に。特に歌詞の英語ってなんかおしゃれじゃん、めちゃめちゃ難しいよね。ショールームの英語はね歌えるのよ。実はあれって英語に見せかけた英語じゃないの。あの例えばアナ雪だとさ、 Let it go, let it go, best of all, let it go, let it go, let it go, with the feet of time, rest away, I rest always, let it so we show, it goes at a part of the element. これは多分今知らない人が聞いたら絶対英語に聞こえると思うんだけど、実はねこれね、アミタ英語だと思って、なんかね思いついた言葉発してる。でも英語に聞こえるんでしょ。聞こえるよね。雰囲気英語、雰囲気英語です。最後はね、なんか最後はなんとなくかな、コーサニパルミエレメント。水なんかちょっと聞いてね、なんか最初の方はねなんとなくわかるようになった。ちょっと待ってね。そう、最近なんかめっちゃ水蓮花が2期で流行ってるらしい。で、そう、水蓮花の YouTube 見てたらさ、コメントでさ、子供がグレンゲと間違えてドハマりして聞いてるって書いてあるの、めっちゃ面白くない？グレンゲってあの鬼滅の刃のさ、あのすごい流行ったじゃないですか。それと水蓮花の多分文字が似ててね、間違えちゃったんだろうね。子供が間違えてめちゃハマってるの。Sさんに送る投げキッス、ありがとうございます。画面が横に見える、それはきっと気のせいだ。あ、見て、ちょっとずつ水蓮花覚えてきた。じゃんじゃんじゃん。水蓮の花のように朝日の今日も舞う、スウィレンの花のように、でだでだでだえる、あなた笑えていますか、上がりまくる季節が来た、やばくなれるのは俺、誰誰、俺、ああ、夏のジャボリー、ああ、ワルノリのハートビーツ、めっちゃゴリゴリ、ワンダフォー、ウィークエンド、ああ、灼熱のジャボリー、あわれまくっていいぜ、ああ、冷めないで、サマードリーム、なんかそんな感じするでしょ。たまに聞いてるんだ。英語吹き替えいいよ。じゃあ今日はあのグレンゲじゃない、水蓮花アミタ英語吹き替えバージョンで終わりたいと思います。嘘でしょ。はい、今日の締めはじゃあアミタ水蓮花英語バージョンで。
気持ち入れてて、気持ち大事。そう、歌はねその世界に。あ、そうなん、カラオケの方が聞きやすいかな。みんなは聞きやすいんだね、曲は。ちょっと待ってね、スイレンカーで終わる。イエ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 イ。なんかね、一回バカになってしまったらね、もうこの手以上貫かないとね、我に返ったらみんな終わりだよ。そう、みんな我に返ったら終わり。でも あの覚えといて、アミタは、アミタは正統派だってことを覚えといてください。そう、これは夜だからであって、みんな覚えといて。本当にアミタはただの正統派だよ。すいれんか、強くなれる理由を知った、僕を連れて進め、ちゃんだちゃん。7分もあんの。アイさんに投げキッス、ゆるたんにも投げキッチュー。それでは本日の締め、水蓮花、英語翻訳バージョン、皆様ぜひ聴いていってください。タオルとか用意してもらえるといいかなと思います。心を込めて皆さんにお届けします。今国境の壁を越えて私が皆様に伝えたいと思います。私
力になります。ありがとうございます。この景色を皆さんと一緒に見れること、私はここまで歩いてきて辛いこともたくさんあった。でも仲間と支え合って生きてきたこの日々、本当に誇りに思います。私はこのステージ最後まで涙を流さず笑顔で歌いたいと思っています。皆さんの心に、皆さんの心に届きますように。ソダさん、音符いっぱいありがとう。クイアン、音符いっぱいありがとう。ありがとう。皆さんの音符もちゃんと届いておりました。あ、クイアン、ハチハチもありがとう。クイアン、ミラーボールもありがとう。あなたは最後まで私の光です。ありがとう。ブルースルーさんお疲れ、ありがとうございました。それでは今日は本当に最後までありがとうございました。皆さん、また会う日まで。 See you again. Goodbye. みんな元気でね。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとう。